私が訪れたのは千葉県にある体育館。他の選手と比べてもひときわ背が高い。迫力ありますね。バスケットボール女子日本代表、渡嘉敷来夢選手23歳。彼女こそリオオリンピック出場の鍵を握っている日本のエースです。よろしくお願いします。その渡嘉敷選手の横に並んでみると、やっぱり本当に高いですよね、はい、身長って何センチあるんですか？192.5 です。はい、192センチ。はい、さらに手を伸ばすと高さはおよそ2メートル50センチ。ボールにも触れない。その渡嘉敷選手、これまで日本人の女子選手が誰もできなかった大技を見せてくれました。私初めて見ました、ダンクシュート。かっこいい。高さはもちろん跳躍力がないと、およそ3メートルのリングの上からボールを入れるダンクシュートは決められません。しかも彼女の武器は高さだけではありません。どこからでもシュートが決められる高い得点力、さらに小柄な選手にも引けを取らないスピード、そして跳躍力と強さを生かしたリバウンドと、これまでの日本人選手にはいなかったオールラウンダーの選手なのです。そんな彼女が一躍世界から注目されたのは、去年11月に行われたアジア選手権。And then she scoredWith Yang riding her back. Great performance from Tokushiki. 決勝の韓国戦ではチーム最多の20得点をマーク。さらに相手選手の上からことごとくリバウンドをキャッチ。攻守にわたってチームを引っ張りました。そして日本を43年ぶりの優勝へと導いた渡嘉敷選手、その活躍が認められ大会 MVP にも輝きました。そんな彼女、コートを離れるとどんな素顔なのでしょうか？小さい頃からご飯って大盛り食べてたりします？小さい頃からたくさん食べてたと思います。はい、好きなものは。何が好きなんですか？麺類がすごい好きです。はい、ラーメンとか、うどん、はい、パスタとかは好きです。チームメイトはこう話します。日常の生活でもずっとこう喋ってますね。うるさいです。そうなんですね。はい、こう練習終わった後に部屋に隠れたりして、帰ってくる時に脅かすんですよ。はい、で本当にすごいビビる。意外ですね。意外ですよね、こんな大きいのにビビりっていうのは。その渡嘉敷選手が今目標にしているものがあります。もうリオは何が何でも出たいです、絶対に。はい、日本の女子バスケットボールは2004年のアテネオリンピックを最後に2大会連続でオリンピックに出場できていません。日本がリオに出場するためには、世界選手権かアジア地区予選で優勝するか、世界最終予選で上位6チームに入るのが条件。去年アジア女王となった日本には、3大会ぶりの出場に期待が高まります。やっぱりアジアでチャンピオンになった分、その周りからの視線であったり、自分も MVP っていうタイトルをいただけたので、それに恥じないようにしっかりやらないといけないんだなっていうのとかも改めて思いました。それはやっぱりエースとしての自覚っていうことなんですかね？そうですね、やっぱ日本代表を引っ張っていかないといけないんだっていう気持ちが芽生えたんで、
そして渡嘉敷選手がオリンピック出場にこだわるのにはもう一つの理由があります。6年前の北京、史上最年少の16歳で一度は代表候補に選ばれるも直前で落選。さらに一昨年のロンドンでは予選直前に無念の怪我。自分はこのコートにも立てずにやっぱここで何してるんだろうってなって、日本代表に対する気持ちとかは結構強くなりました。苦難を乗り越え、エースへと成長した渡嘉敷選手はリオオリンピック出場に向け、まずは今月の世界選手権に挑みます。初めてなんですよね、世界でプレーするのが。今まで怪我とかで、はい、プレーしたことがなかったので、すごく楽しみです。